どうもジミーです。今日はゴルファーなら誰もが通る道の中の一つなんですけれども、シャンクについて結構悩んでるアマチュアの方いっぱいいると思うんですが、そこを解決する方法を今日は解説していきたいなと思います。オープニングでも見たと思うんですけども、ああいう右にパッっていくシャンク、まあ別名ソケットって言われると思うんですけれども、その原因、どこで当たったらそういう風になるか皆さんご存知ですか？シャンクっていうのはこの面にこうやって当たればシャンクなんか出ないんですが、シャンクが出る人たちっていうのはクラブのこのネックの部分、この部分ですね、この部分にボールが当たって右にピュッて出ちゃうっていうのがシャンクって言われてます。まあ、あとはフェースが開いて、当たるときにフェースが開いちゃってシャンクっていう人もいるんですけれども、ほとんどの人がこのネックの部分に当たって右にシャンクしています。じゃあこれ直す方法をこれから説明していきます。今日持ってきたのはサンドウェッジなんですけれども、まあ、こういうのがショップに売ってるんですね。これをこの面にってやるとこうやって白くなるんですよ。これで打ったらどこに当たったかがよくわかるんで、これでやっていきます。わざとシャンクを打ってみようかなと思います。いきます。完璧なるシャンクなんですが、これ見ると面白いんですよ。なんでかここしてないんですけど、ここに当たってるんですね。でもこれよく見ていただきたいんですけど、ここにも打球痕があるんですね。ここに打球痕があるんですよ。ってことはここに一発当たってからのフェースに当たって右に飛んでってますよっていう風になってます。皆さんこういう風に当たってるってことを知ったら、じゃあどうすれば治るのってところに行き着くんですが、簡単なんですよ。ここに当たるってことは単純に考えて、さっきこうやって構えた位置はボールから自分の位置が近いですよ。単純に考えてですよ。自分は真ん中狙ってますが、ネックのところに当たっちゃうっていうのが原因でシャンクしてるので、一番単純に考えて直すのであれば、一回離れましょう。ボールの位置は変えなくていいですから、ボールからの距離を今までの距離よりもちょっと離れた方がシャンクはなくなると思います。じゃあこれちょっと打ってみますので見ててくださいね。いきます。で、今普通に打ったんですが、真ん中で当たったなって感覚が皆さんあると思うんですが、よく見てくださいね。真ん中で当たったなでこのぐらいに来ますからね。なかなか先っちょで当たられる人いないんじゃないですか。結構内側で当たることが多いです。これはやっぱクラブにも重心があって、こっちサイドに重心があるので必ずこっちが当たってきます。僕の場合もうちょっと前で当たったらよかったなと思うんですが、こういう風にちょっと確認していただいて、もしここに打球痕が残っちゃう人っていうのはシャンクが出やすいですから、なるべくボールから離れること、ここが重要になります。2つ目いきます。さっきはボールとの距離感がちょっと近いんで離れた方がいいですよって話でした。近づけば近づくほどこのネックに当たりやすくなるんですよ。で、2個目なんですけれども、グリップなんですけれども、まあ一般の人たちがやってるのがスクエアグリップって言われてますね。こうやって握ること、こうやって握るのが一般とされてるんですけれども、じゃあ僕がこれをやって実際打ってみたいと思います。どういう結果が出るか見ててください。ちょっと8番アイアン持ったんで、8番アイアンでシャンク打ってみたいと思います。やってみます。はい、ああいう結果になるんですが、しっかりグリップスクエアから少しストロングにしてあげるとシャンク減るんじゃないかな。なのでちょっとシャンク困ってるなって方は、少しグリップフックにしてあげるといいですよ。こうやって今まではこうスクエアに握ってましたよね。このスクエアを少しこうスト
ストロングにしてあげることで左手と右手の慣性をうまく使えるようになりますから、この方が目標方向にはちゃんと飛ばせるんじゃないでしょうか。で、実際打ってみますよ。こうですよね。さっきはこう、今はこうですね。はい、じゃあ行きます。ね、ああいう風に少しストロングにしてあげた方が構えやすくなります。チャンクがそれでも出ちゃうなっていうんであれば、やっぱり距離感が近くなっちゃう人がほとんどの方なん で、特にコースでチャンクが出ちゃう、で大体チャンクが出る人たちのアプローチとかでチャンクが出ちゃうっていう人が多いんですけれども、アプローチってやっぱ寄せたいので、どん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 ボールにどん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 こうやって近づいていっちゃった結果こうなっちゃうパターン、こういうパターンが多いんじゃないかな。グリーン周りでも自分とボールとの距離感をちゃんと保つこと、ここ大事ですからね。しっかり伸ばして構えることですよ。これだんだん近づいていくとここが詰まってきますからね。ここが詰まったらもう手が動かないですから、ね、そうするともういくらでも右に行ったりだとかちゃっくりだったりとかいろんなミスが出てしまうので、できるだけ自分とボールの距離感をいつも保つこと、だからこの辺にちょっと懐を深く、懐を広くですね、懐を広く使えるようにこうスペース上げてあげると結構アプローチなんかでもやりやすいんじゃないかなと思います。皆さんどうだったでしょうか。シャンク悩む方は結構悩むと思うんですよ。なるべくボールに近寄らないことですよ。ここがヒントですからね。できたらシャンク治りますから頑張ってください。今日の動画が良かったなと思う方はグッドボタンを、またチャンネル登録の方もどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。では皆さん、バイ。